さんが買い求めていらっしゃるのが少しでも温かいものを食べたいということで冷凍食品なんですね。こちらをご覧いただきたいと思うんですけれども、油を使って作るもの以外はもうすべて品薄状態となっています。そしてこちらですね、今断水をしているということで、今一番必要としているのが水なんです。顔を洗ったり手を洗ったり料理をしたりと何人でも使う水なんですが、このように全く売り切れている状態です。本当に皆さん苦しい生活の中で食べ物飲み物を買い求めていました。お水が出ないので、とりあえずお水を追加で買っておかないとまた不安なので、はい、もう少し回ってみたい。作ったりができないんで、やっぱの手軽に食べれるものがあればいいな。その他にもですね、避難生活が長引くかもしれないということで、本当におむつや生理用品、そして薬などを買い求めていらっしゃいました。こちらの店舗ではですね、しばらく随時、入荷があるということなんですけれども、またしばらく食べ物飲み物が不足する状態が続きそうです。